待たせたな。黒崎一護だ。大人気のニートダソウルシリーズ最新作ブリーチニートダソウル5が満を持して登場だ。伸びの星が俺にもやらせろよ。まずは本作から導入された新しい要素を紹介するぜ。そいつはなんといっても2対2のタッグバトルだ。原作さながらの仲間との熱い連携がお前らをさらにヒートアップさせるんだ。そしてファン待望戦闘中の挽回が可能になった。真の力を得た俺たちの戦いが最高潮を迎える。挽回。さらに原作の進行に合わせて新キャラクターが多数登場。井上を救うために俺たちと一緒に戦ってくれ。さらにさらに千奈、草賀といった劇場版のキャラクターも参戦。劇場版の臨場感を体感してくれ。プレイステーションポータブル専用 3D タッグ対戦格闘ブリーチヒートザソウル5、5月15日発売。